おはようございます。速稼塾の久保でございます。皆さんですね、ご自身の5年前どんな暮らしをしていたのか、覚えてるかなというところなんですけども、5年前いかがですかね、何だったかなと。大体今日と同じぐらいのことしてたかなみたいな方がね、やっぱりいると思いますけども、私の5年前っていうのはこの今の暮らしとは全く違うんですよ。当然この家もありませんし、この画面に映ってるもの、この服ですら全てがない状態でした。全く別の暮らしですよね。当時私はね、麻雀店のオーナーでございまして、で超赤字でございました。まさにですね、毎月のように赤字が出ていて、100万円を切らない赤字が毎月出てたんですよね。恐ろしいですよね。まあその中でですね、まあチャンスを見つけないとなということで、コツ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 というものを続けてきたわけなんですけども、じゃあ何のコツコツをしてですね、今の暮らしに至ったかというと、その一つはですね、まあ皆さんご存知のネットビジネスと言われるものなんですけども、ネットビジネスっていうと分かりにくいんですよ。ネットビジネスの中でも必ずやっていた作業があります。それは毎日ですね、誰かに向けてこの YouTube で動画メッセージを送ってたんですよね。こんにちは、何々さん、速稼塾の久保ですっていうふうなね、駆け出してメッセージを送ってました。本当一人のために動画を作ってたわけですよ。でも一人のために作った動画、送られた方はどうでしょうか。わ、動画でメッセージが送られてきた、嬉しいなみたいなことをね、考えて、くださったんだと思いますけど、その時に私のチャンネル登録したりとか、私のね、まあファンになってくださったわけなんですよね。このコツコツを積み重ねていくことによって、チャンネル登録者数が100名になり、500名になり、1000名になり、そして今、まあ1万人にね、迫ろうとしているんですよね。本当にこれがコツコツの積み重ねなんですよ。で、いきなり A さん、B さん、C さんへといきなりメッセージを送っても怖いですよね。まあ、ですので私のやり方っていうのは、普段の放送をきめ細かくやっていて、その放送を見てくださってる方の中でもコメントをしてくださる方、それとかね、何らかのアクションを起こしてくださる方、質問をお寄せくださる方、そういう方一人一人にメッセージを送るってやり方をしました。で、おそらくですね、この多くの方が感じる心理的には、私の動画を見ている、そして私の動画のその私の姿ですね、私の姿が自分に対して、一人に対してメッセージを送るってことに対してものすごくね、こう感動したんじゃないかなと思うわけなんですよね。こういうふうに一人に尽くすことを積み重ねていくことが大勢の人に尽くすことなんじゃないかなっていうふうに考えて今日までやってきたわけなんですけども、さあそして翻ってですね、2019年速稼塾、YouTube を、まあ、一つのテーマとしてお届けしてるわけなんですけども、速稼塾の塾生さんの中にもね、 YouTube をやる方っていうのがどん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 出てきて、そして YouTube をやっている人同士で交流が生まれてきた。そしてその中には私の好きなYouTuber さんということで私が紹介したら、その方とも交流が生まれてきて、どんどん世界が広がっていくということになりました。そうなんですよね。こういろんなね、普段の暮らしを送ってる中、例えば出勤して帰ってくる中で、あれ何々さんから動画のメッセージ来てる、よし後でまた動画のメッセージで返信したいとっていうのが、一日の励みになったり喜びになったり、密かな出会いになったりとかしてね、広げていく世界があるんじゃないかなと思うわけですよね。まあ、皆さんもね、ぜひね、 YouTube の方でしっかりと交流を楽しんでいただきたいかなと思います。もう全くね、寂しいことはないかなと思いますし、なんかね、励まされるっていいなと思いますよね。そして励ますっていいなと、最近人のために何かやったかなって考えた時に、あ、何々さんに YouTube で励ましのメッセージを送ったなと、誕生日おめでとう送ったなと、あ、自分の作った曲をプレゼントしたなみたいなことがあると、なかなかいいんじゃないかなと思います。皆さんどうお感じでしょうか。それでは本日の放送は以上ですけども、ちょっと追加でですね、例のやつのことについてね、お話ししようかと思います。例のやつについて、11月の27日に10月に作業した返礼金の入金日だったはずなんですけども、何件かの方ね、今のところ3件ぐらいなんですけども、ちょっと入金ないんですけども、他の方の情報とかなんか届いてませんかということでね、お寄せいただいた私へのメッセージがありました。まだ3件なんで分かりませんけども、これね、実はかなり多くの方がもしかしたら入金されてないんじゃないかなって思うわけなんですよ。で、その中でね、カスタマーサポートにお問い合わせされた方からの情報も何件かお寄せいただいて、こちらの方が多かったかな。今カスタマーサポートの方に、電話をすると、あ、順番にお知らせしますんで、お待たせしますけども、すいませんけども、よろしくお願いしますということで、安心したというふうなね、そんなメッセージをいただきました。ということでですね、
やっぱり事前に連絡ありましたけども、入金予定日からずれることもあるよみたいなことがね、確かに、まあ、あったかなと思いますし、もともとのその概要書面だったと思うんですけど、ちょっとうろ覚えですけどね、入金予定日からいろんな状況でちょっと後ろにずれることもあるんでご了承くださいみたいな一文がねあったんではないかなと思うんですよ。まあ、ここはちょっと私もねうろ覚えだったんで、あ、それはそんなこと書いてたかなぐらいのものだったんですけども、皆さんもね、ぜひね、この毎日カスタマーの方とか社員の方とかちゃんと作業して対応してくださってますんで、で安心なのが皆さん日本人で日本語で対応してくださってますんでね、心配はないかと思います。ただね、そうは言ってもちょっとね心配しますよね。わかります。そのね心配な気持ちと憤りの気持ち、私も来月12月の14日だったかな、広島で、ね、私の住んでる広島、ちょっと私の住んでるところから遠いんですけども、会長がいらっしゃって、社長がいらっしゃって、ちょっとね、事業説明会ありますんで、そちらの方でね皆さんの竹をぶちまけてこようかなと思いますんで、これから2週間ありますから、もういつでもいいです。私の方にもうね事業説明会ちょっといけないんだけど、久保さんこれちょっと言っといてよみたいなね、多少きつい意見でも結構です。お寄せいただきましたら私が真っ向を届けてくれも来ますんでね、ご容赦ください。それでは失礼します。いってらっしゃい。